アイクフ91はヘグルント社が開発、製造し、スウェーデン軍が運用していた水陸両用戦車である。国土の大半を森林や故障が占める国情に合わせた水陸両用戦車として開発された。1969年に試作車が完成。1974年に先行量産車が製作された。1975年には量産が始まり、 1978年までに210両が製造された。兵装機関部など部品の大半をスウェーデンの企業によるものが多く、国産率を高めている。車体はサイドスカートを装着する圧延防弾後半製の溶接構造だが、不行性を持つためにかなり軽量に作られており、防御力は走行兵員輸送車ほどしかない。不行時の波切りのために、 折りたたみ式のトリムベインを車体全部に取り付けている。砲塔の旋回と手法の不要は油圧式である。砲塔側面には発煙弾発射器を5本ずつ装備する。また、NBC 防護装置も標準装備する。乗員は4名で、操縦手は車体全部中央に座り、砲塔右側に砲手と車長が前後に、装填手が砲塔左側に座る。エンジンは、 ボルボ社製 TD120A6 気筒液レーターボディーゼルエンジンを搭載し、軽量の車体と相まって時速 65km の路上最高速度を発揮する。変速機はベイアリソン社製の HT7400 トルクコンバータを搭載する一方で、トーションバー式の装輪やクラッチブレーキ式走行機などの駆動部は同じ。ヘグルント製の PBV300 に 装甲兵員輸送車の駆動部と共通のものである。水上航行は、キャタピラの駆動で行う。手法は、ボフォース製、キロボルト9 0 s 7 3 9 0ト、mm、ル低圧砲で、戦後第一世代の西側諸国主力戦車と互角の打撃力を有するが、スタビライズされていない。9 0ト、mm、ル低圧砲弾は59発を、傾向する。照準器は、 社長用のペリスコープサイト、報酬用ペリスコープサイトを装備し、アガ社製の弾道計算機も搭載する。暗視装置を装備しないので夜間戦闘能力は比較的劣るが、砲塔後部に照明弾発射機を装備した車両もある。副武装として、KSP587.62mm 機関銃を主砲同軸と装填主要ハッチに各一丁装備する。 製造された210両はすべてスウェーデン陸軍に配備された。S タンクと共にスウェーデンの武装中立の一翼を担ったが2000年代までに STR ありがとうございます。